新江半塾で今までの講義の内容の根本的なテーマは宇宙の進化、意識の進化、まあ人類の進化に関わるテーマが多々ありましたね。根本的な問題ですね。意識って物質から生まれてくるのでしょうか。物質的な進化の結論になったものでしょうか。それとも人間発生原理が唱えているように最初から意識の世界からこの物質の世界が生まれてきたのではないでしょうかというふうに思うとですね、気が遠くなるほど難しい問題ですが、考えてみればこの素晴らしき星である地球の進化と生命体の進化、我々人間の進化はもちろん一体化されているわけですが、最初からこうなるように意識があったのだろうか、今の地球に意識があるのか、ガヤ説はそこまでいかないでしょうね。考えてみようよ、我々と地球の本当の関係。